攻撃こそが全て西野とガンバ。これまで多くのチームを紹介してきましたが、今回は魅力しかなかったあのアグレッシブスタイルのチームを見ていきたいと思います。西野ガンバ、現在では日本代表監督としておなじみの西野元代表指揮官ですが、彼が最も輝いた時代こそがガンバ大阪での10年間でした。全く知らんって誰と言われているそこのあなた、今回は名将西野とガンバが作り上げてきた熱すぎる日々を振り返っていきますので、気になる方はぜひご覧ください。それでは早速見ていきましょう。ではまず当時のガンバを取り巻く状況から振り返っていきたいと思います。1993年の J リーグ開幕時から名を連ね、95年に参入したセレッソ大阪とともに関西を代表するクラブとなったガンバ大阪ですが、リーグ早々期は下位を低迷していました。それでも97年は何岩のクルヒョウことパトリック・エンボマの活躍で上位進出を果たすと、99年セカンドステージから率いた早野博史監督の下では、2000年のセカンドステージで4位、2001年のファーストステージでは5位の成績を収めるなど浮上の兆しを見せていました。しかし続く2001年セカンドステージは稲本潤一の海外移籍などが痛手となって序盤から負けが込むと、8節では最下位セレストとのダービーで敗戦を喫し、綾野監督が解任。その後は竹本和彦暫定監督が引き継いだものの、セカンドステージは11位の成績に終わると、クラブはチームの再建を託せる新たな指導者を迎えることに成功したのです。96年アトランタオリンピックにおいてアンダー23日本代表の指揮を取り、ブラジルから歴史的な勝利を収めるというマイアミの奇跡を演じた日本屈指の名将西野亮。やがてクラブのみならず日本代表監督としても伝説を築き、年を増すごとに色気を増していく西野監督でしたが、 J リーグの舞台では98年から柏レイソル指揮官に就任すると、2000年のセカンドステージではクラブを2位まで押し上げ、リーグ最優秀監督賞を受賞。 J の舞台でもその頭角を表してきた若き名将は、2001年ファーストステージで6位の成績を収めながら解任に至っており、その熱きサッカー哲学を実現するための新たな挑戦の場こそガンバだったのです。こうして指導者として新天地に降り立った西野新監督でしたが、就任当時のチームに対し、なぜこのチームが勝てないのか、それを考えた時にぬるま湯に浸かっている意識やムードが一番の原因なのかなと思う。根本的に変えていかないと上には立てない。投票するなど、まずはチームの精神面から改革を断行。当時のガンバの主力は主将の木場正夫に、ミスターガンバこと松波正信ら中堅をはじめ、日本代表にも名を連ねる守護神鈴木亮太や宮本恒康、吉原幸太らの若手有望株が揃っていました。さらに中盤にはさっきチームに加入した遠藤康人に加え、橋本秀夫、二川隆弘が並び、守備的と評されたアトランタでの戦い以来、西野監督が標榜する超攻撃的スタイルを実現するための選手たちが集まりました。そして西野新体制の最初のシーズンである2002年のファーストステージがスタート。リーグ初戦は新指揮官にとって古巣対決となった柏戦でしたが、吉原の見事なヘディングでの先制点を守りきって勝利を収めると、試合終了後には西野監督は飛び上がってガッツポーズのリアクションを見せるなど、初陣で嬉しい勝利。序盤は堅実な戦い方に始まり、6月の日韓ワールドカップの代表活動では宮本が鼻を骨折したためフェイスガード姿が話題になるなど、アクシデントはありながらも新生ガンバは6節の FC 東京戦で5対0と大勝していこう。リーグ戦6連勝と好調を続け、首位争いを演じる大躍進を遂げます。その後はジュビロ磐田、横浜 F マリノスと上位陣との直接対決には敗れながらも、いずれも延長戦に持ち込む好ゲームを演じるなど、ファーストステージを4位の成績で終えた新体制には今後の躍進に注目が集まりました。そして上位対決となったジュビロ戦では4対5と激しい打ち合いを演じ、ハーフタイムに西野監督が抑えようとするからやられる、もっと仕掛けろ、攻撃に怖がることはないと檄を飛ばすなど、早くも攻撃志向を前面に打ち出していた西野ガンバはステージ総得点はジュビロに次ぐ35得点を記録。7ゴールを挙げた吉原、左サイドで崩しの起点となった荒井トール、グランパス戦延長で決勝ゴールを挙げた松並に加え、92センチの長身を誇る新戦力のマグロンは8節から5試合連続ゴールで計10ゴールを挙げるなど、規格外の決定力でチームの攻撃力を格段にレベルアップさせました。その証拠に前年セカンドステージでは21得点26失点だった数字は、2002年のファーストステージでは35得点19失点と大幅に数字を改善。明らかにガンバのサッカーを哲学から変えていきました。そしてファーストステージの好調の余韻の中迎えたセカンドステージ、第1節からマリノスを4対1と破って好スタートを切ると、7節ジュビロ戦は敗れたものの、続く8節から4連勝と勢いをつけたガンバは最終的に鹿島アントラーズや東京ヴェルディを退け、97年以来となるステージ2位へと浮上し、かつて苦しんだ
だ大阪の雄は吹っ切れたような強さを誇示しました。そしてセカンドステージでも9ゴールを挙げたマグロンはリーグ2位となる22ゴール、またファビーノとともに中盤を支え、全30試合出場を果たした遠藤は日本代表に初招集されるなど、西の新体制1年目は強豪クラブとしての地位を歩み始めた革新的なシーズンとなったのです。しかしさらなる高みを目指して臨んだ2003年は2年目の難しさに苦しむこととなりました。ファーストステージ開幕節、京都パープル参加戦とのアウェーゲームは勝利を飾ったものの、2節から4節の3試合で2分け1敗と出だしにつまずくと、6節からは3連敗、11節までに喫した5敗は全て1点差で敗れるなど勝ちきれない試合が続き、12節にはセレッソをホームに迎えたダービー戦で0対2と敗退するなど、最終的に4勝4分け7敗と大きく負け越して順位も12位まで低迷したのでした。そして続くセカンドステージでも劇的な改善は見られず、最終的にはステージ7位、年間10位の成績で終了しました。後年遠藤が過去最高の外国人助っ人として挙げたファビーノの退団や攻撃陣の不振など要因はいくつもあったものの、接戦を勝ちきれないもろさがそのままチームの不振につながりました。そんな失意のシーズンを経て、勝負の年となった西野大成3年目の2004年は新たに宮本を主将に据え、ディフェンダーにシジクレ、前線にフェルナンジーノらを加えて巻き返しを図ると、10節までを終え3勝3分け4敗と勝ちきれない試合が続きましたが、最終3試合で3連勝と粘りを見せ、ファーストステージを4位でフィニッシュ。特に2列目からセンターフォワードにポジションを移した大黒雅史は14節浦和レッズ戦での決勝ゴールを含め、10節以降の6試合で6ゴールを挙げるなど覚醒の時を迎え、ステージ総得点31を誇ったチームの主砲として攻撃を牽引しました。そして続くセカンドステージも攻撃陣が好調を継続、第1節から2ゴールを挙げるなど引き続き好調の大黒、そしてチームにフィットしたフェルナンジーノの前線が攻撃を牽引し、開幕3連勝を飾ったガンバは一時は2位につけるなど優勝争いに加わります。最終的には終盤に失速しながらもセカンドステージを3位で終えると、年間成績も3位まで浮上。宮本、山口にシジクレイが加わった3バックは安定感を増し、シーズン9ゴール7アシストと存在感を増した遠藤、そしてシーズン20ゴールの大黒とタレント陣が効果的に機能し、再び強豪の地位に返り咲いた西野大成3年目のガンバは、いよいよさらなる高みを目指す戦いへと準備が整いつつあったのです。そして迎えた2005年、これまでファーストセカンドの2ステージ制で行われていたリーグ戦も1ステージ制へと移行され、今や18まで増えた J1 のクラブにとっては通年での新たな戦い方が模索されました。そんなシーズンに臨む西野大成4年目のガンバは、守護神松尾直樹の控えにコンサドーレ札幌から藤ヶ谷陽介、前線には清水エスパルスからアラウージョを補強すると、主将にはディフェンスラインの主軸となったシジクレイを指名、さっきのメンバーに確実に戦力を上積みし、上位争いに絡んでいくことが期待されました。ただシーズン序盤は大宮アルディージャとの開幕節を黒星でスタートすると、6節までに4引き分けと勝ちきれない状況が続き、順位も低迷しますが、チームに勢いをもたらしたのは代表活動に伴う中断前の12節の大阪ダービーでした。11節終了時点で同じ勝ち点16で並んでいた宿敵セレッソとの一戦でしたが、戦前に西野監督が失点が増えるのは覚悟の上で攻撃的に戦っている、ディフェンスの部分を優先には考えてはいないと、ここまでの戦いを振り返った通り、試合は激しい打ち合いとなりました。前半17分に大黒の見事な抜け出しからガンバが先制すると、セレッソはその数分後に西澤明則の豪快なミドルシュートで同点としますが、アラウージョのゴールでガンバが勝ち越して前半を終了。そして後半再びアラウージョのゴールで追加点を得たガンバはその後1点を返されるも、試合終了間際に大黒がダメ押しの4点目を挙げて4対2、ライバル相手に押し切る形で勝利を収めたのでした。この試合に2得点を記録し、3試合連続ゴールとなったアラウージョもチームへのフィット感を徐々に高め、チームも2連勝といい形で中断期間を迎えます。その間に行われた J リーグカップのグループリーグで3勝1敗と好調を継続したガンバは、中断明けのホット6で5勝1分けと勢いに乗ると、リーグ戦の順位はついに2位まで浮上。特に18節のセレッソとの再戦、また J リーグカップ準々決勝でもセレッソを撃破して公式戦9戦無敗、リーグ戦8戦無敗の戦績を残すなど、目指してきたアグレッシブなサッカーの成熟に自信を深めていきました。その後ボランチ起用の多かったシジクレイがセンターバックに戻り、宮本山口と形成する3バックも安定感を増し、22節 FC 東京戦の勝利でついにリーグ戦首位に浮上。以降も鹿島アントラーズとの首位攻防戦を引き分けるなど走り続けた彼らでしたが、最大の危機を迎えたのはカップ戦、天皇杯とタイトなスケジュールに迫られた10月末の頃でした。28節大分トリニータ戦、29節 FC 東京戦とリーグ戦2連敗を喫し、クラブ初タイトルをかけたジェフユナイテッド千葉との J リーグカップ決勝は PK 戦までもつれる激戦の末敗退。さらに30節浦和レッズ戦では勝利したものの、続く31節からグランパス、大宮アルディージャ、ジェフとの対戦で3連敗を喫し、首位から陥落したガンバは最終節を前に自力優勝の可能性すら奪われて
てしまったのでした。改めて当時の状況を整理すると、まず首位に躍り出たのは宿敵セレッソ大阪、それを1ポイント差で追うガンバ大阪、さらに背後に1ポイント差で追っていたのは浦和レッズ、鹿島アントラーズに加え、前節でガンバを破り順位を上げたジェフユナイテッド千葉と3チームが同価値点56で並び、最終節を前になんと5つのクラブに優勝の可能性が残された、史上稀に見る大混戦となっていたのでした。加えてその5クラブはそれぞれ別会場で最終節が組まれており、ガンバ優勝のためには首位セレッソが引き分け以下、また背後に3チームも迫っていることから、自らが勝利で終えることが最低条件でした。そんな J1 史上唯一無二の展開を迎えた2005年の最終節でしたが、いよいよ決戦の日、12月3日はやってきました。川崎フロンターレとの対決に臨むガンバはゴールキーパーに藤ヶ谷、3バックにシジクレ、宮本、山口が並び、中盤は遠藤橋本のダブルボランチ、2列目は渡辺光輝、家永昭弘の両サイドに、トップ下のアラウージョ、そして2トップの一角に大黒が入る 3-5-2 のベストメンバーが揃いました。そして午後2時にいよいよキックオフ、首位を走るセレッソが前半わずか3分に西澤のゴールでリードすると、浦和、鹿島と優勝戦線を争うチームが次々と先制点を奪う中、ガンバも12分にアラウージョがワンツーから左足を振り抜き、今季32ゴール目を挙げて遅れを取り戻します。そんな中、運命のいたずらともいえる時間が始まったのは20分でした。セレッソが FC 東京に同点ゴールを許すと、その後35分に PK を獲得するも失敗するなど運に見放される中、37分にはガンバも失点を許し1対1の同点、わずか数分の間に各地でゴールが生まれ、周囲が入れ替わる目まぐるしい展開でしたが、大阪勢がいずれも交代し、周囲の座を明け渡す形で前半を終えることとなったのです。しかし運命を決する後半はさらなるドラマが待ち受けていました。セレッソは48分、西澤の今日2ゴール目で2対1と勝ち越して再び周囲へと浮上し、自力優勝へ大きく前進すると、鹿島53分に追加点を挙げ3対0と勝利をほぼ確実なものにし、他会場の結果を待つのみとなります。一方60分には浦和も3対0とリードを広げると、ガンバは56分に宮本のヘディングで2対1と勝ち越しに成功したものの、62分に再び同点ゴールを許しまたも交代。ただその後も勝利への執念を絶やさなかったガンバは79分に PK を獲得すると、これを遠藤がゴール右隅に冷静に蹴り込んで3対2と3度勝ち越しに成功して、わずかな可能性に望みをつなぎました。するとそれから間もなくして迎えたのは運命の89分。ここまで FC 東京の猛攻を耐えていたセレッソが同点に追いつかれると、暫定首位に浮上したガンバはアラウジョが折り返しから今日2点目となるゴールを沈め、4対2とリードを広げます。飛び上がってガッツポーズする西野監督、そしてその間2ゴールを挙げたジェフも逆転で勝ち越しに成功するなど、短い時間で様々なドラマが巻き起こりましたが、時間は息の詰まるロスタイムを経て全ての試合が終了。この瞬間ガンバの劇的な逆転優勝が確定し、熾烈を極めた最終節は終わりを告げました。ピッチではガンバの選手たちが歓喜の雄たけびを上げ、チームの堅守を支えてきた宮本はサポーターに優勝を捧げたかったし、今日はたくさん会場に来てくれて本当に心強かったですと号泣。そして西野監督の胴上げが始まり、喜びを分かち合うと、いよいよ優勝トロフィーを掲げる悲願の時を迎えたのでした。その数日後には高槻市役所への表敬訪問や万博記念競技場での優勝報告会を行ったガンバでしたが、その場で主将シジクレイが残した悲願のタイトルはサポーターの後押しのおかげ、毎度お気にというコメントは以降語り継がれるエピソードの一つとなりました。こうして幕を閉じた2005年の J リーグでしたが、ガンバは1993年の開幕以降クラブ史上初の J1 制覇を達成、また今季33ゴールを挙げて見事シーズン得点王に輝いたアラウジョはリーグ MVP も獲得、また彼と共に遠藤、フェルナンジーノが年間ベストイレブンに選出されると、就任4年目でクラブに初タイトルをもたらした西野監督は最優秀監督賞も受賞するなど、彼らの功績に多くの栄誉が添えられることとなりました。ただこれで一旦成就の時を迎えた西野ガンバの改革でしたが、この栄光はこれから数シーズンにわたって紡ぎ出される輝かしい時代の序章に過ぎなかったのでした。J1 王者として迎えた2006年はアラウージョ、大黒の2大ストライカーがチームを去り、またカップ戦でのさらなる躍進やアジアチャンピオンズリーグ参戦を見据え、充実の戦力補強が行われました。ディフェンスラインには日本代表にも名を連ねる梶谷明、中盤にはやがて黄金の中盤を形成するベテランの明神智和、また前線には新たな外国人助っ人にマグノ・アウベスを獲得すると、ヴィッセル神戸からバンドリュージが復帰、そしてキャプテンには山口を指名し、リーグ王座を防衛するための十分な陣容が整いましたが、西野大成5年目のガンバでは新たな試みが行われていました。それが4バックシステムの採用、右サイドバックの梶の加入に伴い山口を左サイドバックにシフトするなど、持ち味の攻撃的サッカーを維持しつつ、タレントを最大限に生かす攻守にバランスの取れたチーム構築が図られたのです。そしてシーズンが始まると、早速2節ではセレッソとのダービーマッチを迎えます。フェルナンジーノが3ゴールと序盤から好調ぶりを披露すると、新戦力のマグノ・アウベスが3ゴールを追加する活躍で6対1とアラウジョ対談の影響を感じさせない大勝を飾りました。その後はアジアチャンピオンズリーグのグループステージ
ージと並行しながら9節までに6連勝を飾ったガンバは早くもリーグ戦首位に浮上し好発進に成功します。そして15節に迎えたフロンターレとの首位攻防戦では2度にわたる逆転を許して首位を明け渡すこととなりましたが、17節から3連勝、24節にはフロンターレに4対0と完勝してリベンジに成功するなど9戦無敗を継続し再び首位を快走。いよいよ2連覇が現実的となったガンバだったもののシーズン後半にその難しさを思い知らされることとなります。25節のヴァンフォーレ甲府戦、26節ジュビロ磐田戦で痛恨の2連敗を喫したガンバは首位から陥落。さらに27節以降は遠藤が離脱するなどのアクシデントもあり、迎えた最終節は首位浦和レッズと直接対決を迎えました。逆転優勝を果たすには勝利した上で大量の得失点差が必要でしたが、試合は2対3の惜敗に終わり、最終的にはフロンターレにも順位をまくられたガンバは3位の成績でリーグ戦を終了。進化流のマグノ・アウベスが26ゴールでリーグ得点王に輝くなど期待通りの活躍を見せ、また新キャプテンの山口もシーズン8ゴールを挙げるなど、さっき以上の攻撃力を誇ったものの ACL はグループステージ敗退、天皇杯でも決勝で浦和に敗れる悔しい1年を送ったのでした。そんな煮え切れない結果に終わったさっきを経て迎えた2007年はフェルナンジーノがクラブを去り、チームの旗頭であった宮本がレッドブルザルツブルクでの海外挑戦が決まった一方、新たな外国人選手としてバレーが入団。2月のスーパーカップでは浦和と対戦し、二川のゴールとマグナーベスのハットトリックで4対0とさっきのリベンジを果たすと、リーグ戦は開幕から5試合で4勝1分けと好スタートに成功し、18節を終えた時点での成績は12勝5分け1敗。宮本が抜けたディフェンスラインには安田が左サイドバックのレギュラーに定着し、またここまでリーグ戦9ゴールと早くもチームにフィットしたバレー、そして5ゴールを挙げていた遠藤らの活躍で首位を快走しました。一方今シーズンも最大の強敵となったのは11節で引き分けた浦和で、彼らも敗戦はわずか1、また8節以降11戦無敗と相変わらずの強さを発揮。7月の J リーグカップ準々決勝では顔を合わせ2戦合計6対3で快勝を収めたものの、再開したリーグ戦の20節では浦和にホームで0対1の敗戦を喫し、中盤以降は彼らに首位の座を明け渡すこととなります。一方その後 J リーグカップ準決勝で鹿島との激戦を制すると、決勝では近年目覚ましい躍進を遂げてきた川崎フロンターレと対戦、リーグ戦では1対4と完敗を喫した難敵との一戦でしたが、ガンバは伏兵安田のゴールで先制すると、その1点を守り切ってクラブ史上初となる J リーグカップ制覇をついに手にしたのでした。ただ悲願のタイトルを獲得したガンバはリーグ戦で最終盤に失速。32節 FC 東京戦、33節ヴィッセル神戸戦、34節サンフレッチェ広島戦で3試合連続引き分けの結果に終わり、最終的に鹿島浦和に次ぐリーグ戦3位の成績でシーズンを終了しました。そんな攻撃的なチームの宿命のように乱高下の激しいシーズンを過ごした西のガンバでしたが、西の体制7年目の2008年は繰り上がりで ACL 出場権を得ると、ルーカス、佐々木隼人などの新戦力を加え、過密日程に苦しみながらも大きな飛躍を遂げることになるのでした。 ACL のグループステージと並行して戦ったリーグ戦の前半は10節までに4勝3分け3敗と出遅れ、その後幾分立て直したものの、 J リーグカップも控えた7月末の頃には不調の波が押し寄せます。19節大分トリニータ戦で敗れると、 J リーグカップ準々決勝2戦目の横浜 F マリノス戦、続くリーグ戦20節21節で連敗を喫し、なんと公式戦5連敗を記録。その後も J リーグカップ準決勝、リーグ戦24節まで未勝利が続き、公式戦10戦白星なしという悲劇的な状況を迎えることとなりました。加えて右足甲の負傷を抱えながら強行出場してきた安田について、西野監督が自分の起用が間違っていた、少し専念しろということ、ああいうやつだけど本人もそうしたいと言った、時間を制限すれば少しくらいと思って引っ張ってきたが、ここ数試合は本来のプレーじゃなかったと語るなど、ここまで週2試合ペースで進んできた日程でチームが疲弊していたことは明らかでした。ただそんな苦境にあえぎながらもリーグ戦3連勝など巻き返した西のガンバは ACL では準決勝まで勝ち進み、因縁の宿敵浦和と対峙します。ホームで迎えた初戦は遠藤の PK でなんとか1対1の同点で終えると、圧巻はセカンドレグ高原直弘に先制弾を許すなど、浦和に試合のペースを握られて前半を終えましたが、後半にガンバの攻撃力が爆発しました。その後遠藤のコーナーキックから山口のヘディングで同点に追いつくと、再びコーナーキックから逆転に成功し、75分には橋本の左サイドへのパスに走り込んだ遠藤がダメ押しのゴールを決めて、 J 同士の対決を制したガンバが決勝進出を決めました。そして決勝ではアデレードユナイテッドを2戦合計5対0の圧勝で破り、クラブ史上初の ACL 初制覇を新たにタイトルに加えると、大会3ゴール4アシストを記録するなどチームを牽引した遠藤は大会 MVP、 西野監督は大会最優秀監督賞を受賞するなど輝かしい成績を手に入れたのでした。そんな輝かしい功績の代償と言わんばかりに、リーグ戦の順位は8位と低迷したまま終えましたが、カップ戦での彼らの勢いはまだ失われていませんでした。天皇杯準々決勝でグランパス、準決勝で F マリノスとの接戦を制して決勝にたどり着いたガンバは翌年元日に柏レイソルと対決、準決勝に続いて延長戦までもつれ込んだ試合は延長後半に途中出場のバンドがゴールをねじ込んでガンバが勝利を収め、こち
ちらはクラブ史上初の天皇杯初制覇をタイトルに加えたのでした。その他 FIFA クラブワールドカップでは準決勝でマンチェスターユナイテッドと互角の戦いを繰り広げるなど、2008年のガンバは J リーグを代表するクラブとして世界に羽ばたき、まさに黄金期の真っ只中を歩いていたのでした。そんな絶頂期ともいえるシーズンを送り、さっき天皇杯 ACL 覇者として臨んだ2009年、スローガンには勝負、そしてワールドスタンダードへを掲げ、ディフェンダーにパク・ドンヒョク、ファードにチョ・ジェジ、レアンドロを加えるなど国際色豊かなメンバーで西野体制8年目はスタートしました。さっきに続き ACL グループステージを並行して戦うシーズン序盤は、新戦力のレアンドロ、チョ・ジェジンが早々にフィットし得点を量産したものの、双川、カジラ、主力の欠場が響き、リーグ戦2連敗や ACL ラウンド16のフロンターレ戦の敗北など、公式戦4連敗、さらにその後もリーグ戦3連敗、 J リーグカップファーストレグでマリノスに敗れるなど、2度目の公式戦4連敗とチームは崩壊。この状況を受け、西野監督はクラブの公式ホームページで、ファンの皆様には期待にお応えする結果が出せず大変申し訳なく思っています、パスサッカーを継続する中で選手の心、人の動き、ボールの動かし方という様々な動きに変化をつけ、この状況を打破する戦いを見せていきたいと謝罪を強いられる異例の事態に陥っていました。しかしこれを機に奮起したガンバは、主砲レアンドロの対談問題などがありながらも、リーグ戦18節から22節までの5試合で4勝1分けと立て直し、順位も4位まで浮上。続く23節グランパス戦は敗れたものの、24節から公式戦12戦無敗と一気に優勝戦線に加わるまでに驚異的なリカバリーを見せたのでした。ただ序盤のつまずきが響いたリーグ戦は、最終的に鹿島、フロンターレに次ぐ3位で終えたため、タイトル獲得の最後の望みは天皇杯でした。準々決勝で鹿島、準決勝ではベガルタ仙台を下して臨んだ決勝の相手は、今季リーグ戦でシーズンダブルを食らっていた難敵名古屋グランパス8でしたが、そんなリベンジもかけた決勝戦は、開始早々からルーカスのゴールで先制すると、一度は同点に追いつかれたものの、後半の終盤に遠藤の2ゴールなどを加え、4対1。勝利を手に入れたガンバは、これでようやくタイトルを獲得し、天皇杯2連覇を達成。さすがの貫禄を見せつけたのでした。しかし、シーズン前半の不振に見られたように、ここ数年リーグ最強を誇っていた攻撃的チームにも、不穏な空気は漂い始めていたのかもしれません。続く2010年はさっき同様に厳しいシーズン序盤となりました。 ACL グループステージ初戦を引き分けると、スーパーカップでは鹿島に PK 戦の末敗退、またリーグ戦は5節でようやく初勝利を収めるなど低調なスタートに終始、4節から3試合連続ゴールを挙げたユース出身の平井翔輝、またさっき17歳にしてトップチームデビューを果たした宇佐美貴史ら若い世代の台頭はあったものの、リーグ戦は注意をさまよい、 ACL はラウンド16で敗退するなど厳しい戦いが続きました。そんな中、さっき加入したペドロ・ジュニオールはチームのパスサッカーにフィットできないままクラブを離れ、チームは新たにイグノを獲得。その後 J リーグカップはサンフレッチェ広島に敗れ、準々決勝敗退に終わったものの、リーグ後半戦は22節から新潟、セレッソ、フロンターレと上位チームを直接叩いて徐々に復調すると、リーグ終盤には首位争いに加わるまでに立て直してきました。ただ今シーズン驚異的な快進撃を見せていたグランパスを捉えることはできず、最終的には10ポイント差を離される形で2位でフィニッシュ。一方、さっきに続きタイトルの望みが残された天皇杯では、準々決勝で浦和を破り、準決勝で清水エスパルスと激突します。しかし3連覇がかかった重要な一戦は0対3の完敗に終わり、近年当たり前のようにタイトルを獲得してきたガンバは無冠でシーズンを終えることとなったのです。そして続く2011シーズン、すでに10年目を迎えた西野体制は無冠に終わったさっきの雪辱を誓い、新たな戦いをスタートしましたが、東日本大震災の影響を受け、2節から6節が延期されるなど変則的なスケジュールのシーズン序盤となりました。そこで目覚ましい活躍を見せたのが、今季セレッソから加入したアドリアーノ、開幕節から移籍後初ゴールを決めた新たなストライカーは8節から6試合連続8ゴールを挙げるなど、瞬く間にチームにフィットし、ガンバの攻撃を牽引。またさっきベストヤングプレイヤー賞を受賞した宇佐美も、リーグ戦14試合を終えた段階で4ゴール6アシストの記録を残すなど、チームの主軸になりつつありました。そんな前半戦の攻撃を支えた2人は、6月にはアドリアーノがカタールへ、7月には宇佐美がバイエルミュンヘンへステップアップ移籍することが決定しますが、新たに獲得したラフィーニャがチームにはまり、彼らの穴を埋めるとシーズン中盤はリーグ戦11戦無敗を記録するなど、いよいよ首位の座に躍り出ます。ただ J リーグカップは準決勝で浦和に敗れ、天皇杯はミートホーリーホックとの延長戦の末3回戦で敗退。それから約1週間後の2011年11月末、まさかの時が訪れました。西野監督退任。もともとシーズン終了後に契約は満了となっていましたが、クラブは契約を更新しない旨を公式ホームページで発表。それを受け西野監督は、昨晩クラブより話があり、任期満了にて退任ということでした。昨日の今日でまだ整理がついていません。あと2試合は指揮が取らせてもらえるので、優勝もかかっている戦いの中、いろんな意味でベストを尽くしたいとは思いますと突然の発表に
困惑していることを語りながらも、ガンバは新しい風を入れて新しいチーム作りをしていくということ、そして僕がこの2年間タイトルが厳しい状況にあること、そういう判断基準はもちろんあると思います、とクラブの運営方針に理解を示した上で、長い時間をガンバでもらえたことはありがたかったと思っています。日本人の指導者はワンシーズンという時間でさえもらえない場合も多いこの日本で、世界でも何人かしかいないほどの時間をもらえたわけですから、この10年選手に恵まれました。僕のスタイルに合う、希望する選手を取ってきてもらっていましたから、理想とするスタイルに合っている選手がいました。そういう選手たちが作り上げてきたチームです、とこの10年を振り返り感謝の言葉を述べたのでした。こうして今シーズン限りとなった西野監督は、その言葉通り残るリーグ戦でのタイトル獲得に向け最後の戦いに臨みましたが、終盤の上位同士の争いは熾烈を極めました。29節のグランパスとの直接対決で首位から陥落したガンバでしたが、続く30節以降の5試合は4勝1分けと有終の美を飾る見事な成績を残します。しかしグランパスもガンバをかわした29節から最終節まで6戦全勝と譲らず、ガシアは28節から最終節までの7試合を6勝1分けで乗り切って見事逆転優勝。この上位3チームは4位以下に10ポイント以上の差をつける独走状態でしたが、最終的にガンバはわずか2ポイント差に泣き3位の成績でリーグ戦を終え、2期続いての無冠でシーズンが終わったのでした。こうして10期にわたった西野体制も終わりを告げたわけですが、改めて西野ガンバでの10年の功績を振り返ると、リーグ戦328試合を率いて残した勝利数は172勝、現在でもリーグ通算勝利数歴代最多270を誇る西野監督ですが、ガンバ時代に積み上げた勝利数がその大半を占めていることは言うまでもないでしょう。そしてその間、2005年に J1 初優勝、2007年に J リーグカップ初優勝、そして2008年には ACL 初優勝、天皇杯初優勝と多くのタイトルをクラブにもたらし、ガンバの栄光の歴史を築いてきました。その黄金期を支えた宮本、大黒、橋本、そして2002年以降 J リーグベストイレブンに選出され続けた遠藤をはじめ、多くの選手たちが日本代表に招集されるまでに成長、また主将を務めたシジクレイをはじめ、マグロ、アラウージョ、マグノ・アウベスといった外国人選手たちがシーズンごとに入れ替わり、チームの得点源として J リーグを沸かせました。そして就任当初から西野監督が標榜したポゼッションで相手を攻め倒す超攻撃的サッカーは多くのサポーターを魅了すると同時に J1 のライバルたちを圧倒。ただそんな西野体制の終盤は、他クラブも欧州のスタイルに伴い 4-3-3 システムを導入するなど、また進化を遂げていたことも事実であり、ガンバのサッカーにも新たな変化が必要とされたのかもしれません。その後新たな体制でスタートした翌シーズンのガンバは J2 降格というまさかの事態に陥りながらも、それをバレに再び J1 に復帰し旋風を巻き起こすこととなりました。一方の西野監督はヴィッセル神戸、名古屋グランパスでの指揮を経て JFA に入閣し、やがて日本代表監督としてサッカー界を沸かせたのは記憶に新しいところですよね。このようにまた新たな道を歩んだ両者でしたが、その礎となった2000年代の西野ガンバの栄光はあまりに偉大な伝説を刻み終焉を迎えたのでした。そんな輝かしい歴史に思いを馳せつつ、これからも西野明、そしてガンバ大阪の活躍を追いかけていきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回の動画では J1 史上類を見ない10シーズンにわたる長期政権を築き、クラブに多くの栄光をもたらした西野朗監督時代のガンバ大阪の歴史を振り返ってみましたが、いかがでしたか？ J リーグ開幕以降、他クラブに遅れを取っていた感のあったガンバ、そしてサポーターにとってこの黄金期に築かれた偉大な功績はこれからも永遠と語り継がれていくことでしょう。また近年はしばらく朗報が聞かれない状況が続いているガンバですが、再び当時のように西を代表するクラブとして復活し、 J リーグを盛り上げてくれる日を楽しみにしたいと思います。クラックジャパンではこれからも J リーグの歴史、そして情報を届けていきますので、面白いと思われた方はチャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。